こんにちは、ドクター熱血です。さあ行くぞ。羊ヶ谷くんをレベル上げましょうか。あれ、俺ロック、もうレベル2になってる。あれ、うん、待て、え、なんで室外どこ行った。え、なんか俺ミスって打ったりしてる。あれ、マジでいない。え、ないない、なんで。あ、びっくりした、びっくりしたわ。まだもらってなかった。びっくりしたわ。マジで慌てた。あー、びっくりした。俺は犬じゃねえ。いやー、びっくりした。さあ、で、ここがそう、足んないですね。足りないんで交換しましょう。やばいね、これね。覚醒じゃない。いやー、危ない危ない。今回レイドが半月更新でよかったわ。じゃなかったらマジ枯渇してる。やば。久々っすね、こんないないの。ボーナスアビリティは体力最大と氷結時。さあ、これでどんだけいけるのかと。いや、氷結の方が長いから、いや、絶対いいと思うんだよな。しかも最後の属性が、力なんで。これない？ない。どうしようかな。ひなもりくんはまだ未熟なので。どうすかな。クールタイム短い方がいいな。はい、じゃあこんな感じでいきましょうか。で、ボナービを、氷結時にすると、これを落ち、弱体短縮は入れなきゃいけないのか。あ、ゆるしさんは、あれ、なんかおかしなことになってる。
氷結短縮になっとるやんけ。んで、今までは体力最大にしてたけど、氷結時の方が多分安定する。さあ、行きますよ。いやー、これででもレベル2でうまくいくと、ほんと、バルゴに入れたの後悔しそうだなー。さあ、あれ、なってるんで、マイクがすげーでかい。ちょっと待ってください。はい、ボリューム完了です。さあ、もう一回確認。いや、まあ、いけると思うんですけどね。さあ、行きま。ましょう。行くぞ。綺麗だね。道を歩むぞ。無断するな。はっ。ちょっと。道を歩むぞ。見つけたぞ。無断するな。道を歩む。これずっこいな。いやーずる。油断するな。マジか、レベル2でこんなに楽なのか。終わりだ。ずるー。いや、これレベル4だったらもっといけたじゃん。いやー、バルゴン入れたミスった。多分今のヨリさん死なない方がよりいけるね、これね。2回瞬歩して、氷結にさせてみたいな。もうループでスタート。こんだけ早ければ次のやつも掘るだろう。はいね、掘りますよね。で、またこれ、これ、凍らせます。で、これ間に合わないから、ここで必殺使って凍らせて。こうして、で、強酸で凍らせて。いや、あんま変わんなかった。終わりだ。必殺レベル3だったら多分よ、あのウェーブ4がもっと速くなるしね。マジか、めっちゃ簡単だ。まあ、こんなとこでいいかも。あともうこれを繰り返したからな。室外くん多分1でもいけるんじゃない。だってもうこのループだもん。強3で凍らせて、強2でババババッと打って、で、ウェーブ1が早ければウェーブ2まで罠が残ってるから速攻凍って、そのまま倒しきって、でウェーブ3でまたん、さっきどうだったかな、罠が溜まってみたいな。ウェーブ4で罠が溜まんなくて、必殺って凍らせてみたいな。はい、めちゃくちゃ簡単になっちゃいました。運命の差ですね。というわけで、室外くんがゲットできるか否かで難易度は全然変わると思います。一応山爺でもクリア報告があるみたいなんで、まあ、山爺、リルカ、そして織姫、メイド織姫で頑張ってる人もいるみたいですが、まあ、やっぱり室外くんですね、強かったです。今回はここまでです。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。